方もいらっしゃるかもしれないので、どんな競技なのか教えてください。はい、そうですね。ゴールボールという競技は、視覚障害者の方の、スポーツになりまして、で、しかもですね、視覚障害といっても、見え方が人それぞれ違うので、みんなこのアイシェードといいまして、これ、つけると真っ暗な状態になるんですけれども、これをみんな着用して、プレーするっていうスポーツです。はい、なるほど。で、それを使って他にはなんか時間とか点数の入り方とか、はい、ゲームの時間は12分ハーフで、間3分のハーフタイムがありまして、はい、前半後半で、ボールの中には鈴が入っているようなちょっとゴムの塊みたいなボールなんですけど、はい、音が、はい、その音を頼りに、はい、プレーします。はい、何人でプレーするんでしょうか。プレイヤーは3人ですね。コートには3人入って3対3で試合をしまして、で交代要員ではプラス3人なので全員で6人、はい、でベンチで3人でコートには3人です、はい、ということですね。あとはこう感染するにあたってのマナーですとか、なんか気をつける点はありますか。そうですね、全員見えない状態でプレーをするので、審判もクワイエットリーズで声がかかるんですけれども、観客の皆さんは静かにこう応援していただくっていうのが集中して応援をしていればいいですね、はいはい、僕はあんまり大きい声出さない方ですね。そうですね、ゴールが決まった時は皆さんも声出してもらって少しちょっと遠ざかせる感じがついつい熱くなっちゃいますからね、はい、やはりじゃあクリスマスレースっていうね、神経もう本当にちょっとした音で反応するというですね、はい、今日は実際に、ね、皆さん目の前でご覧いただけるということで、早速アスリートの皆様にこのエキシビションを行っていただきましょう、はい、本日は2組に分かれてショットとセーブを行っていきたいと思います。それではチームを発表いたしましょう。 A チームは中島選手、竹越選手、押川選手です。そして B チームは足立選手、加藤さん、そしてキープ選手に分かれて試合を行っていただきます。はい、頑張ってください。はい、じゃあ私たちそうですね、僕はちょっと遠目にいますので、ごめんなさい。そして、皆さんは、そうですね、どこに看板が出るんでしょうか。クワイエットフリーズという、スタッフがあちらですね、皆さんに向かって左右に、はい、静かにしてください。クワイエットフリーズという、看板をですね、スタッフが掲げている間は、これ実際の、ね、試合でも使用しているものなんですけれども、そちらの際はちょっと静かにしながら、正しい観戦マナーで、見ていただければと思います。はい、これはじゃあウォームアップということでよろしいですか。この時もあれですよね、ある程度静かにしてないと聞こえないですもんね。よろしいでしょうか。それではゴールボールのエキシビションスタートです。
下のテープありますよね。そうですね。テープで必ず皆さん自分のポジションを確認されてましたけども、はい、そうですね。ラインの中に紐が入ってまして、ラインがちょっと引っ張ってると言いますか、はい、なのでそれを触ってみんな自分の位置を確認したり、あとゴールで方向を確認したりだとか、そんなに使ってます。フェイントも結構使われてましたよ ね、あの対角線から行ったりね。あれはもう見事でしたね。ボールも速かったし、本来はあの室内競技なので、ちょっと今日はこうあの野外で難しかったんですけど、みんな頑張りました。すいません。ね、松木さんの声うるさくなかったんですか？大丈夫でしたか？大丈夫でした？ご迷惑かけました？大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？すいません。さすがですね、皆さん。いや、雑音を任せるんです。優しい方が。はい、ありがとうございました。さあ、今日はですね、せっかくですので、知事と公園、協力団体の皆様もぜひちょっとボールに、これ素晴らしい、やっていただいて、はい、じゃあちょっとボールでね、実際に持ってみると、多分、はい、知事、なんか重さですとか音ですとか、ぜひちょっと、はい、ぜひ体験していただいてね。どうですか、重いですか？とっても重いです。重いビニール塊みたいな中で静かにジャンジャンって言って、それだけ自分が体験してて、さあ皆さん体験していただいてますけれども、はい、では、実際にちょっと石川千代田区長、実際にあの持ってみたりいかがですか？
重たいですね。びっくりしましたよ。見た目よりも重たい。ただ鈴が聞こえないね、あまりね。そうですね。ちょっと思ったより確かになんかもうちょっとね、私さなんかもうちょっとリンリンって高い音とかの方が聞こえやすいかななんて素人は思っちゃうんですが、いかがですか。そうですね。なんですけどあれが一応ルールのボールなので。はい。ということです。区長、あれはルールなので。ルール上という、はい。ルール上変えられないということです。正式の所属なので。さあ、それではここで小池知事ですね、アイシェードをちょっとつけていただいて、実際にこのボールを、ね、投げていただきたいと思います。おちょっとあれですか、ゴールの方にね、拍手が少ないですかね、皆さんどうぞ。はい、知事、伸びました気持ちが。はい、方向は正しいですね。あ、選手から足でセールを確認していただくと、あ、してます。いいアドバイスでしたね。あ、そう、そうですね。あ、本当だ。さあ、それでは行きますか。ああ。それでは外して、アイシェード、外してます。ポールに当たったんですよ。当たって外れたんですよ。そうなんです。ポストに当たりました。どうでした、あの、クリエイティブの、あの、フォームなど。真っ直ぐ本当に、はい、すごい惜しかったです。あ、ちょっと練習しなかった。いやでもね、ボールが重い。それからもちろん方向感覚がほんとこれが重要ですよね。ちょっとあと方向がね、わからないし、わかりづらい。あのリオでもね、あのゴールボール見たんですけれど、はい、もう2メーターぐらいの大男が横になると背中が出る。それで砦みたいになっちゃうそんな感じだったですけれども、でも皆さん考えてみてください。これ東京駅の駅前でこれやってるんですよ。ねえ、すごい、はい、すごいですよね、これね。すごいことだと思います。でもこのゲームをね、あのぜひメダルを目指してまた頑張っていただきたいと思います。はい、みんなで応援しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。以上をもちまして、ゴールボールエキゼミションを終了いたします。小池知事、そして公園協力団体の皆様、アスリートの皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、でもやっぱりこうやってちゃんと説明していただくと本当に分かりますよね。さあ、この後皆さんどんどん参りますよ。陸上競技のエキシビションを行いますが、ちょっとコートの、ね、準備の方させていただくので、しばらくお待ちいただければと思います。はい、さあ、そしてあちらのスクリーンご覧いただきたいんですけれども、こちらの映像はですね、陸上、昨日ですね、国立市で行われましたノーリミッツチャレンジの模様が映し出されております。ノーリミッツチャレンジはこのスライドのようにパラリンピック競技の体験や選手のトークショーなどにより競技や選手の魅力を多くの方に知っていただくために実施しております。小池知事、ノーリミッツチャレンジについてね、さらに、はい、皆さんにこのノーリミッツチャレンジぜひご参加いただきたいと思っています。パラスポーツって本当にね、種類がたくさん競技があって、競技の種類も多いし、それからその障害のレベルによってまた細かく分かれているんですよね。で、ぜひ皆さん体験してください。今日もこの後もぜひお楽しみいただいて、どんなにね、大変なのか、それと同時にどんなに楽しいか体験していただきたい。そして体験していただきましたら、このパラスポーツパスポートというところにハンコを押してもらえます。私これまで11の種目に挑戦しましたので、今のゴールボールで、はい、12になりましたよ。この後2つぐらいちょっとチャレンジしちゃうかなと思ってます。はい、というので、こうやってパスポートにですね、一つ一つハンコをしてもらうと達成感もあるし、応援のしがいもこれでガッと上がってくるというものであります。多摩でも、それから島々でもこれやっておりますので、オール東京でやっておりますので、ぜひ試してみてください。楽しんでみてください。よろしくお願いいたします。はい、そう5つでこのスタンプが集まりますと、このケースもらえます。はい、10個集めたら
どうしようかな、考えておきます。新しい、え、それで、あの、全部が集まったら小池知事なんかさらに、いやいや、あの、2020年パラリンピックの大会を楽しめる当たり前かもしれませんけど、でもね、参加してくださいよ。そうですね、本当本当楽しいですよ、うん、そして応援しましょう。はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、これはでも楽しみがありますからね。はい、ただ何かこうたくさん集めるとまだ何かあるかもしれませんね。あの感じだとちょっと期待していくような気もします。期待しましょう。さあ、それではこれより陸上競技のエキシビションを行ってまいりたいと思います。佐藤選手、そして池田選手、どうぞこちらにお願いいたします。はい、どうぞ。当然筋力がいりますので、はい、速い選手はそれだけ高いバネを使う。
もう皆さん本当一瞬なんでね、あの応援してる方はちょっと手とか出すと危ないのでね、ご協力いただければと思います。そうですね、はい。そしてマットがねまた出てまいりましたね。これはもうトップスピードでこのスタートから行くということで、本当に一瞬なんでね、皆さん孫先してる暇ないですよ ね、 すね、これね、昨日驚きましたけれども、だんだんこう緊張感高まってきましたね。そうですか、ね、いやいやいや高まってきましたよ。そうですか、はい、それでは松木さんお願いいたします。よろしいでしょうか、お二人ともよろしければ用意スタートでいきますんで、よろしいですか。用意出ますでしょうか。あちらの、ね、スクリーンに出させていただきます。あ、早すぎて、あ、ありますよ。あ、スクリーンには出ない。あ、スクリーンで大体何秒ぐらいでしたかね。そんな大体50メートルね、多分ね、6秒ぐらいで走ってきてるんじゃないかな。どうでした、いつもと環境違ったと思いますけど、走りやすかったとか走りにくかったとか。あ、出ました、やっぱり。あ、うわー、素晴らしいです。佐藤選手が 6.14 秒、池田選手が 6.23 秒。ぴったりすぎて面白くなかった。さすがでしたね。そうですね、やっぱりもう東京駅に向かって走ってたので今までないことですでもやっぱりあと陸上競技なかなかですね、お客さんとも遠いんですけども、はい、今日も本当にすぐ隣で来ていただいて、本当に参加されて感動を感じていただけたかなと思います。はい、陸上選手は、はい、僕はもう東京駅を見てる暇だから、先輩もう倒してやろうという気持ちでそれくらい見てたので遠慮しちゃったんですか。遠慮しない、遠慮はしないです。ガチで走りました。はい、ありがとうございました。ご自身、もう交通規則ってすごいです。いやいや、つけたことないです。実は今日ね、体験できるそうなんですよ。本当に、はい、知事スタンプ1個増えますよ。よく二足のわらじとかいろいろ言われますけどじゃあ三足目って欲張りちゃんでいらっしゃいますね。知事しゃれてますね、今のコメント。さすがですね、さすがですね。3足目の板バネを、はい、板バネを。どこさん、これは実は皆さんがまっすぐ立ってるとかまっすぐ歩いていけるっていうのは足の裏で体重 の、 重心の場所をちゃんと調整できるから普通に歩けるんですけれども、はい、義足つけるとその足の裏の体重のかかり方が分からなくなりますので結構難しくなると思うんですよね。まあ、それで全力疾走できるっていうのはものすごいことなんです。実は これどうしたらいいのそれで。じゃあちょっと立っていいじゃん、ちょっと待ってよ、立っていただいて、はい、まず右足体重をかけろって、そんな、更新するような形で両方ともゴムを上げてもらう。素晴らしい、はい、はい、飲み込みが早い。実際に上手ですね。楽しそうですけど。まだ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 。進むより止まりが難しい。どうやって止めればいいですか。どうしたらいいんですか。選手が止めてくれます。一緒に走ります。嘘よ嘘よ。ちょっとスタンバイやりますけども。今これもう歩いた感じでしたよね。そうですね。非常に飲み込みが早いんじゃないかなと。選手のアドバイスがすごく良かったんじゃないかなと思います。そうですね。的確だったです。はい。更新のように。いや、厳しいです。いやでもこれでもうね、世界の強豪たちと一緒に走るわけでしょ。はい、
すごいですよね。本当頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、これはもう日本製になります。いやだからこういう義足とか車椅子とか、あの日本のね、技術っていうのが、こういう形もっともっとこう革新的な技術など生かしていければいいよね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。以上も初めての経験でした。そしてこの後は最後のエキシビションですね。パワーリフティングのエキシビションに参りますが、ちょっと、ね、準備の方させていただきます。